私は人へ。半年前に食品加工会社で働く春夫と結婚しました。付き合っている頃から春夫は優しくて、結婚してからも充実した時間が過ごせると思っていたのですが、ある時、この結婚が間違っていたのではと思わざるを得ない体験をすることになります。春夫とは付き合ってから結婚まではトントン拍子だったと思います。付き合い始めから春夫はちょっと子供のようなところもありましたが、それも私には可愛く見えました。そもそも仕事も真面目にしていますし、ちゃんと私のことも考えてくれるところがあったので心配はしていませんでした。プロポーズをされた時は本当に嬉しかったのは確かです。ただ強いて言うなら、結婚するにあたって私は春夫に一つだけ条件を出しました。それは一緒に住む際に二人だけで住むということ。つまり義両親と同居はしないと言ったのです。私は正直なところ春夫には悪いのですが、義両親にはあまりいい印象がありません。付き合っている頃からたまに顔を合わせる機会もありましたが、特に義母は私に対して上から目線で接することが多かったのです。でも私も大人ですし、友人からも嫁姑について話を聞いていました。嫁と姑なんてそんなものだよとその友達は言っていました。そして同居さえしなければなんとかなるってアドバイスももらっていました。だから春夫の義母のことをどうこうとは言いませんでしたが、同居だけはしたくない、二人だけで住みたいと言いました。春夫はそれも心よく受け入れてくれて、私も安心して結婚することに決めました。でも実際に二人で住むというところは実現しているのですが、あまり意味がないと言える現実が待ち受けていたのです。私たちは結婚してマンションを借りて住み始めたのですが、そこは義実家からバスで20分ほどしかかからない場所でした。それもあって義母は頻繁に私たちの家に来るようになったのです。しかも私が仕事から帰って夕ご飯の準備をする忙しい時間に限ってでした。滞在時間は少ないものの、義母は必ず私のことにケチをつけてくるのです。ひとえさん、ちゃんとご飯を作ってらっしゃるか見に来たの。今日の献立は何？私からしたら、そんなこと義母にはどうでもいいことでしょうと思いましたが、とりあえず正直に、今日は昨日の夜に作っておいたカレーと、スーパーからお惣菜を何品か、と答えました。すると義母は急に声を少々荒立てて、昨日作っておいた？スーパーのお惣菜？ひとえさん、あなたは何を言ってるの？と、私に向かって怒り始めたのです。あなたは嫁でしょう。ちゃんとその日その時に出来たての料理を作って夫に食べさせるものよ。しかもスーパーで作られたものを買ってくるなんて、嫁として恥ずかしいと思いなさい。そんなことを言われても、これから何品か作るなんてことになったら、いつ夕ご飯が食べられるかわかりません。春夫は1時間後には帰ってきますし、そうしたらすぐにご飯が食べられるようにしたいので、惣菜に頼るしかありません。私だってフルタイムで働いてるから夕食の準備をするのです。一から作っていたら間に合いませんし、何より私だって疲れているのですから。でも義母は私に対してそれを言うと満足げに帰っていくので、初めのうちはとりあえず話半分で聞いていればいいかと思っていました。しかし義母の私への嫁いびりはずっと続きます。ある時は、ちょっと、なんでまだ洗濯物が干してあるの？もう夕方ですよ。早く取り込みなさい。と言い出しました。私は今帰ってきたばかりだし、これから取り込もうと思っていたと言うと、本当に言い訳だけは一人前なのね。とお母さんは肩を落として言いました。またある時は、あなたにはこの埃が見えていないのかしら？ちゃんと掃除してるのかしらね。と、ちょっとしたゴミを見つけただけでも、生ゴミがそのまま置いてあるくらいの勢いで指摘してきました。それに対しても、平日は仕事で忙しいので、休日にまとめてやっていると言うと。はあ、あなたはなんて怠け者なのでしょう。これで春夫の嫁が務まるのかしら。と、嫌みったらしく返してきました。そして
やはり春男が帰ってくる前に満足げに帰っていく義母。もうただ単に私に嫌がらせをして楽しんでいるとしか思えません。しかも春男にはその姿を見せないという陰湿なやり方です。いくら短時間の滞在といえど、これが続くとだんだん私もストレスが溜まっていきました。しかし私のストレスの原因は義母だけではないのです。春男には姉がいるのですが、その義姉もまた厄介な人なのです。彼女は私よりも7歳も年上の32歳。それなのに定職にもつかずアルバイト生活らしいのです。もちろん実家住まいではありますが、家でも家事を手伝うこともないらしいのです。ただ義母は義姉にはとても甘く何も言われないのでしょう。逆に遊ぶお金が足りないからと言われ、義姉にまだお小遣いをあげているらしいのです。ただそれはそれで二人の間だけで完結していればいいのですが、なぜか私にも影響があるのでした。ある時のこと、急に義姉から電話が来たと思ったら、ねえひとみちゃん、悪いけど3万円くらい貸してくれないかな、もう今月のお小遣いなくなっちゃってね、と軽々しく頼んできたのです。でも私は親族といえど簡単にはお金を貸したくはない考えを持っていました。しかも義姉とはそんなに顔も合わせてない存在だし、なおさらです。だから今は給料日前で苦しくてとやんわりと断ると、なんだよあんたそんなにケチだったの、ああ冷たい女だね、となぜか私が罵声を浴びる始末。本当に信じられません。ただそれで終わるかと思いきや、今度は LINE で、すぐ返すからさ、3万がダメなら2万でいいよ、母親からはもう前借りもできないし頼むよ、と何度も粘ってくるのでした。なんでそこまでお金がないのか不思議でしたが、なんとなく話を聞いているうちに、どうやらダメ男に貢いでいるっぽいと分かりました。でもそれを知ったからといって、もちろんお金を貸すつもりはありません。何度も断って何度も罵声を浴びる繰り返しです。これも私にとってはストレスの原因でした。もうこんなの嫌だと思い、春男に相談することも考えたのですが、それを言ったら春男が変な心配をすると思い、なんとか我慢していました。でもこれはまだ話の半分で、本当に苦しい状況はこの後にやってきたのです。それは春男の一言から始まりました。これからしばらく仕事が忙しくなりそうで、取引先への接待も増えそうなんだ。それを聞いて私は、仕事が忙しくなることは将来性があって良いことだと思っていました。それからは残業なんかも増えるし、帰りが遅くなると説明してくる春男。私はそれを了承しましたが、その後の春男の言葉にちょっと違和感を感じたのです。ところで先方との接待でさ、俺が幹事でお店探しているんだけど、なんかいい店知らない？いやさ、相手の会社は女性役員が多くておしゃれな店がいいんだ。だから人へに聞こうと思って。はっきり言って、接待なら女性が多くても個室の和食屋さんの方がいいのでは？と思いました。でもそれよりも怪しさを優先した私は、とある駅前のイタリアンのお店を紹介したのです。それから予告通り、春男は残業が増え、後日私が教えたイタリアンに予約して使わせてもらったと報告を受けました。ただやはり私が感じた違和感は、日に日にその強さを増していくことになります。仕事から帰ってきた春男は、なんとなく香水の香りがするのです。しかも絶対に女性のものとわかる香りでした。まさか浮気？と頭によぎる私。でも気のせいかもしれないし、なるべく春男を疑わないようにはしていました。ただ私は義母や義姉に嫌がらせを受けて辛いのに、もし本当に春男が浮気をして楽しんでいたなんて思ったら、もう耐えられません。しかしそうもやもやしている時に、まるで私に対するとどめとも言える一言を春男から言われたのです。今度の年末年始さ、人へも一緒に俺の実家で3日ほど過ごすことになったから、よろしく。私は一気に今までの感情が湧いてきました。こんな状況で私は絶対に義実家になんか行きたくはありません。さすがにもう自分の中で貯めておくことは無理と思い、その気持ちを吐き出したのです。
なんで義実家なんかそんなに痛くないわ。勝手に決めないでよ。だったら私一人で実家に帰る。それを聞いた春夫はびっくりしていました。まさか私からそんなことを言われるとは思わなかったのでしょう。なんでそんなことを言うのか聞いてきた春夫に、私は今までのことを説明しました。少しは私のことを理解してほしい、それだけは伝わってほしいと思いながら。しかし春夫の返事は私の期待を大きく裏切ったのです。ひとえは考えすぎだ。母も姉もひとえのことを思って言ってくれているだけだから。今までなら私のことを考えてくれていたのに、彼は理解をしてくれなかったのです。ここで私は一つの決意をしたのです。今の現状を変えるために動くことにしようと考えました。そこまで私自身は追い込まれていたということでしょう。このままでは私は人間として潰れてしまうと悟りました。ただ私がそう考えつつも、腹立たしさのあまり悔しくてうつむいたまま何も話さないでいると、さすがに何かを感じたのか。分かったよ。母たちには俺も言っておく。だから何もされないさ、きっと。と必死でフォローしてきました。私だって親族を嫌いになんかなりたくありません。だから最後に多少の期待を持って年末年始に義実家に行くことを了承したのです。ただその直後に一人の友人に電話をかけてはいたのですが。そして年末になり、準備をして義実家へ。春夫も義母と義士に行ってくれたと思うし、なんとか前向きで過ごそうという気持ちは多少なりともあったのですが、やはりそんなことは全くないという結果が待ち受けていました。一応3日間お世話になるということなので、手土産を用意して義母に渡したのですが、あら、意外に気が利くと思ったけど、なんか安いもの買ってきたのね。しょうがないからいただくけど。いきなりのスタート。そしてそれを見ていた義士に関しては、お母さん、しょうがないでしょ、ひとえちゃんはケチ女なんだから、と加勢してきては、一緒になって笑っている始末。これだけで私の気持ちは砕け始めているのに、その後も二人の勢いはエスカレートするばかり。私が少しくつろぎ始めると、義母に、ちょっとひとえさん、何ボケっとしてるのよ、早くお部屋の掃除してくれないかしら、と睨みながら言われました。義母も義士もお茶を飲んだりお菓子を食べたりしてくつろいでいるのに、私だけそんなことを言われるのは納得がいきません。でも泊まらせてもらうと思って、なんとか自分の中で怒りを抑えていました。でも二人の私への嫌がらせはまだまだ続きます。ひとえさん、掃除終わったら庭の草むしりもね、あとご飯の準備もお願い。ちゃんと美味しいのを作ってくださいね。洗濯物は3時には取り込んでおくよ。しっかり計画を立てながら動くのよ。義母の指令が止まらないのです。しかも義士に関してはもう呆れるほどでした。ひとえちゃん、お菓子がなくなったから買い出しお願い。早く行かないと私の好きなチョコレートが売り切れちゃうから、早くしなさいよ。あとついでにティッシュペーパー買ってきて、なくなりそうだからさ。もう何様なの？としか思えません。春夫がいない時を狙って私にばかり仕事をさせたり命令したり、初日からこうなんですから、あと2日もいろなんて無理に決まっています。私の怒りはもう限界を超えていました。そこで用事を済ませて帰ってきた春夫。私はそこで思いっきり叫ぶように言ったのです。あの、私はあなたたちの家来でも何でもないんですよ。いい加減にしてください。春夫もちゃんと言ってくれたの？何にも変わってないどころかひどくなってるけど。今にも涙を流しそうな感情で訴えた私でした。しかしそれに対して義母の返事は、あなたは何も分かっていないのね。ここは私たちの家よ。私の言うことを聞くのは当たり前。あなたが家事も掃除も全部やりなさい。当たり前のことですよ、嫁なんだから。そして義士がさらに追って一言、ケチなだけじゃなくてわがままなんだね。困った女だわ。さらにそれを見て春夫がどう言うのかと思ったら、
何があったかわからないけど、人へもちょっと大人になれって。みっともないぞ。ですって。私はこの場に一人も味方がいません。完全に地獄の世界。そう思った私は最後に一言弱々しい声で。ここには痛くありません。実家に帰ります。と言って強引に義実家を出ました。春尾は追ってきましたが、もう聞く耳など持つ気もありません。春尾が私の腕をつかみながら何かを言っていますが、私はそれを振り切りつつ、実家に電話をかけました。私の両親にはすべてを話し、帰ることを受け入れてくれました。多分横で春尾が騒いでいる声も聞こえていたと思います。両親はすぐに分かってくれました。そして実家に帰ってからは義母に義姉、そして春尾からも連続して電話がかかってきました。でも私は出る気もないし、すべて無視。それでも懲りずに何日も電話は鳴りやみません。ただその中で全く違う人からの電話が来たので出ると、その要件は私が待ちに待っていたものだったのです。それにより私は直後にかかってきた義母の電話に出ました。ひとえさん、あなたいつまでそっちにいるのよ。火事が溜まっているんだから早く帰ってきなさい。そして私たちに謝罪しなさいよ。嫁のくせに勝手なことをしたんだからね。相変わらず横柄な態度の義母に対し、私はもう強気になることができます。だって私には武器ができたのですから。そうですね。じゃあ年明けたら顔出しますよ。というより私の方がみんなに用事がありますので、必ず三人揃って待っていてくださいね。楽しみにしています。そう少々生意気な言い方で一方的に伝えて電話を切る私。その後は義実家に行く当日までスマホの電源は切っておきました。年明けに私の行動が実ると思うと、奇跡的に年末年始は両親と楽しく過ごさせていただきました。そして年が明けて約束の日、私は何枚かの書類を持って義実家に行きました。家に入るなり、義母と義姉は今までの溜まったものを晴らすかのように大声で。早くまずは謝罪、私たちに謝りなさい。と言いました。春尾も義実家を飛び出した理由を話せと、相変わらず鈍感すぎる一言を言ってきます。でも私は何を言われようとすることはただ一つです。まあ皆さん落ち着いて座ってください。見てもらいたいものがありますので。そう言ってまず取り出したのは、春尾に向けた離婚届でした。三人は当然ながら驚いていました。春尾は意味がわからないと私に焦って意味を聞いてきます。だから教えてあげたのです。私が起こしていた行動を。春尾さ、会社の接待で教えたイタリアンのお店あるでしょ？あれ、本当に接待だった？その質問に春尾は気づいたのでしょう。冷や汗すらにじみ出ています。あのお店の店長さん、女性だったと思うけど、あの人は私の高校時代からの友達なのよね。一応聞いてみたのよ。この接待だった日に、この苗字で予約入ってたって。そうしたら、入ってるって。でも、団体さんじゃなくて二人。しかも、一緒にいたのは若い女性。話を聞いていたら、会社の後輩らしいって教えてくれたわ。お店で随分と仲良くしていたらしいわね。店を出る時も手をつないでいたんでしょ。この時点で半分は浮気確定よね。義母と義姉は黙るばかり。春尾は震えた声で、なんかの間違いだろ。同じ苗字の人がいたんじゃないか。そうごまかしてきたので、私は次の書類を数枚テーブルに並べました。そこには春尾が若い女性とホテルに行く姿などがはっきりと映っているのです。ということで、更新所に連絡していたんですよね。これでもまだごまかす気かしら？私はついに立場を逆転しました。さすがにこの状況は三人とも把握できたでしょう。義母は信じられない様子で。春尾がこんなことをしているなんて、嘘でしょ？と、身を震わせていました。
そして春男は姿勢を正して必死に謝ってきます。本当に本当にすいませんでした。もう二度としないから許してくれ。離婚なんかしたら確実に春男は慰謝料を払うことになりますから。でもそれは当然のことですし、私は言うことが言えたのでもう用事は終了しました。あとは離婚成立待ちだと思いながら義実家を出ました。そのこと言いますと、多少は揉めましたが無事に離婚は成立しました。私は多額の慰謝料を請求しました。でも予想はしていましたが、春男はその時貯金もあまりなかったのです。どうやらその若い会社の後輩に貢いでいたとのこと。そのせいで借金を抱えることになり、そうなれば後輩にも貢げません。お金がない男には興味がなかったのか、後輩からも捨てられてしまったらしいです。しかし春男の悪い女癖は治らずに、お金がないのに借金を重ねて他の女性を誘っているとか。私と出会った頃みたいに真面目に働いていればいいものを、私と結婚したことで気持ちに変な余裕ができてしまったのでしょうか。そうであれば春男の女癖が悪くなったのは私のせいかなって思っちゃいましたけど、私のせいにされても困りますね。しかも義士もよくわからないダメ男に貢ぎ続けているらしいです。本当に兄弟揃って何をしているんだか。ただそんな子供を持ってしまった義母が一番大変かもしれません。先日久しぶりに電話がかかってきて、ひとえさん、お願い、戻ってきてくれないかしら。もう私もお金がなくなってしまうのよ。どうやら義士のたかりと春男の借金返済のために義母の貯金が減り続けているというのです。私は軽くかわいそうにと言いながら、はっきりと意思を伝えました。戻る気なんかありませんよ。お金ないなら働けばいいじゃないですか。ではさようなら。そして強引に電話を切って着信拒否。どうやら一気に貧乏生活となり、家族間の仲も最悪の状況になっているとか。一方私は実家の近くに一人暮らし用のマンションを借りて自由気ままな暮らしをしています。一人ってこんなに快適なんだって強く思ってしまいました。そうなるとしばらく結婚なんかできないかなって思いますが、今はまだ一人を満喫したい気分です。今回のことを学びとして、また彼氏が欲しくなった時の糧にしようかなっていうところでしょうか。